ヌアンコカヌは、ナイジェリアオーエリ出身のサッカー選手。元ナイジェリア代表。ポジションはフォワード。身長197センチメートルの長身 fw 高いレベルのテクニックと長い足を生かした、独特のリズムで攻撃に変化をつけられる選手。15歳の時、所属していたフェドワークスで9得点を挙げる活躍をし当角を表した。ほどなくして、 オランダのアヤックスに引き抜かれた。1996年にインテルミラノに移籍。その年の夏、アトランタオリンピック男子サッカー競技にナイジェリア代表キャプテンとして出場し、金メダルを獲得。スーパーイーグルスの名を世界に知らしめた。前途揚々かに見えたが、アトランタ五輪終了直後に心臓弁膜症を発症。一時は選手生命も危ぶまれたものの、 手術とリハビリを乗り越え15ヶ月間の歳月を経て、1998年2月9日に復帰した。1999年2月にアーセナルに移籍。FA カップの対シェフィールドユナイテッド戦がデビュー戦となった。この試合中、負傷したシェフィールドの選手を気遣いライン外にボールが出された後、味方選手がスローインで、 紳士的に相手 GK にボールを返そうとしたのだが、状況が把握できていなかった。カヌはこのボールを奪ってゴール前にセンタリングを上げ、マルク・オフェール・マルスが得点を決めてしまう。これが決勝点となり一旦は、試合が成立したが、シェフィールド側が抗議し、アーセナル側も試合直後から再試合を提案していた、ことから再試合が行われた。再試合の結果は、やはり2対1で、 アーセナルの勝利であった。フォワードでありながら、ナイジェリア代表では、守備的なポジションの選手がつけることが多い背番号4を好んでつけていた。これは、憧れの選手である、ルートフリットが晩年クラブチームで、背番号4をつけていたことを真似たものである。また、カヌーを尊敬する選手と公言しているエマニュエル・アデバイオールも、同じように代表では、背番号4をつけていた。 ありがとうございます。